はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は10月14日ですね。土曜日のチラミ銘柄でございます。今日のですね、チラミ銘柄はですね、強立さんね、それからヨネックス、ね、ヨネックス、バドミントンね、それからサイバーダインね、昔私が持ってたやつ。それから明豊エンタープライズ全然知らないんですけど、それから前にも一度やった金目工業さんですね。それから地元九州の九州電力ね、九電。面白いの来ましたよね、面白い玉ね。九電ね。まあ一応ね、あれですかね、糸島の原発動いてるんですかね、確かね。仙台も動いてるかもしれない。仙台って川内の方ですよ。ね。釣りバカ西でね、宮城の仙台とね、あっちの、何でしたかね、鹿児島ですかね。の仙台をね、間違えるというね。三本川に打ちというね。そういうちょっと、引っ掛けた、釣りバカにそういう話ありましたよね。あれは女性はなかなかね、色っぽい感じの、方でございましたよね。まあ、どうでもいい話なんですけど、まあ、それで、1,2,3,4,5,6 銘柄ね、今日は、まあ、ちょっとね、さらっと見ていきたいなというふうに思います。ほんと、チラッとですよ、チラッとね。あんまり本気にしないでください。ということでね、まずはですね、これじゃないな、これ、強烈ね。ここ強烈。カタカナでいけないんですかね、強烈。よくわかんないですけど。これね、181円で、PR 8.5 倍で、PBR 0.49 ね。ここもミックス係数はバッチリです。利回りも 3.31 ありますね。信用倍率がまあ 8.18 倍なんですけど、どうなんですかね。70万株ね。まあまあありますね。まあこのクラスにしてはね。ここね、印刷会社です。ね。商業印刷ね。それからなんか出版みたいなこともやってるらしいんですけど、あと情報誌とかカタログとかね。そういうのがあるということで。それでね、ちょっと珍しいのが子会社で環境事業やってるっていうのがちょっと珍しいんですよね。面白いと思いますけどね。で、まあ、箱積み株式数は4923万株。そこまで多くはないですけど、もうちょっと減らしてもいいかなっていう感じですよね。この規模だとね。だって時価総額100億割ってますもんね。で、売上が427億ということで、まあ、プラス 6.1 で、経常利益は15億ということで、プラス26で、最終利益は 2.1 倍の9億4000万って言ってるんですけど、本当ですかね。これ前期、現役してんですよね。3月期ね。まあコロナもあったって、コロナあんま関係ないでしょ、印刷会社。と思うんですけど、まあとりあえずね、チャート見てみますと、こんな感じですね。もうわーっとね、110円とかありますよ、平気で。で、このところでこうわーっとこうちょっと上がってですね、なんかあれですよ、中継で500億作るとかいう、500億にする、2025年3月期でしたっけ？それでまあ500億にするとか言ってね、なんか2021年に影山さんとかや、方ね。それがなんかね、ちょっと怖い顔した人ですよ。どういう感じだったかな。この人ね、ちょっと怖いでしょ。怖い顔してるでしょ。これは2021年にこう社長になってるんですよね。この人ね、新潟のね、なんとか高校っていうね、高卒なんですよ。それで、まあ社長、まあ最初から強烈じゃないみたいですけど、まあなんか、末広印刷ですか？なんかそこいて、で、その後強烈に移って社長まで上り詰めたんですよね。ただまあサラリーマン社長っていうことですけどね。なんですけど、まあ、何ですかね。一応その、こう、意欲的なね。これね。500億の中期計画立てちゃってね。しかし、足元は現役だったみたいなね。そういう感じで、まあ、ちょっとね、こう、どうなのみたいな、こう、疑われてるんですよね。だから、行ったり来たりこの辺してるんですけどね。もうちょっと下がってくるんじゃないですかね、きっと。ね。わかんないですけどね。10月31日に、まあ、決算発表。予定されてますので、これでわかると思いますけど、基本的にですね、やっぱ印刷業はやっぱ厳しいですよ。ね。それはもう印刷物が減ってますから。それからまあ、チラシとかですね、まあそういうのももう減ってますし、あと新聞がね、落ち込んでるでしょう。で雑誌もダメですしね、もう全部データで移行してますので、まあ、そこら辺がね、まあやっぱり課題なんですよね。それでまあ、これちょっと、単身見てみると、ちょっとね、変化が見えるのかなって思うのが、ですね、ここにまあ書いてありますように、ここね、BPO って言ってビジネスプロセス何でしたっけ？アウトソーシングでしたっけ？企業が、まあ、例えば、DM 打ったりとか、そういうことやりますよね。そういう時に、まあ、企業の代わりにですね、めんどくさいじゃないですか、個人情報の管理とか。で、そういうのが、もう、まあ、丸投げできるような、そういう、こう、工場っていうか、そういう、こう、データの秘匿性を持ったようなね、工場持ってるらしいんですよ。
それとあと、電子コミックね。で、これもやってて、こういうの、デジタル事業って位置づけてるんですよね。それからですね、なんか盛んに M&A やってて、プラスチックの、なんか、マテリアルリサイクルとか、RPF サーマルリサイクルって、これ廃棄物ですよね。それをですね、まあ、こう、リサイクル処理するっていうね。で、成分改正フィルムなんかも行って、こういうみんなね、会社を買収したんですよ。ちっこい会社をね。と、環境事業に進出してるんですよ。だからね、事業がね、印刷事業でしょ？ここにありますようにね。それから、BPO 事業ね。それからデジタル事業。それから、まあ、環境事業ということで、4つあるんですよね。まあ、そんな感じで。で、まあ、印刷がやっぱメインですよ。76億売って。これは、前期末ですけどね。あ、違うか。第一四半期かな、これ。第一四半期ね。第一四半期なんですけど、76億売って、セグメント利益は2億7000万。で、この BPO の事業は、17億売って、で、利益1億2000万。それから、デジタル事業ですね。これあれですね、なんすかね、縦コミックっていうんですか？私はあんまり見ないんですけど、スマホでなんか、漫画ね、あれって、文字が小さすぎてね、お前広げりゃいいんですけど、あ、難しいじゃないですか。で、もう、昔はこう横だったんですけど、あれですよね。今日今縦ですよね、縦。縦へこうずっと送っていくっていうね。で、そういうのやってんですよ。電子コミックの、なんかね、プラットフォーム作って。で、まあ1億2000万ぐらいしか売り上げないんですけど、一応ね、利益出てるんですよ、1000万円。もうすごいでしょ。で、環境事業ね、成分解析プラスチック製造とか、あとこのサインクリエイトっていうのを、まあ、今年の3月に、なんか、買ってね。これでまあ、ここ強化してるんですよ、環境事業を。で、売り上げ2億7000万で、セグメント利益1500万ですね。ね、一応まあ小さいですよ、どれもね。小粒です。でもね、赤字になってないのがいいですよね。まあ印刷事業それも圧倒的です。これがね。だけど、印刷事業76億売っても2億7000万しか、利益が出ないですよ。まあ競争もありますしね。共立印刷似たやつで、共同印刷とかありますよね。それから大きいところになると、あれですね、大日本印刷とかね。突破印刷とかあるでしょ。印刷業界きついっすよ。本当に。なのでね、要するに、まあでもね、じゃあ紙が全然いらないかちょっとそんなことないですよ。でもこの BPO 事業みたいなのっていうのは、まあ、なくならないじゃないですかね。というふうに思いますけどね。まあ、ポップとかもね、いりますしね、実際。まあ、それもデジタル化するかもしれないんですけど、まあ、要するに、ここは要は、ちょっと少しシフトしようっていう意思がね、ちょっと感じられるんですよ。だからまあ、第一四半期はですね、これは増益になってるんですよね。売上が5億で、5億増えて97億でしょ。営業利益が4800万で、の増益で3億8000万ね。で、経常利益もまあ4000万、まあ5000万ぐらい増えて、3億7000万と。で、純利益も5000万増えて2億4000万になってるということで、まあ状態悪くないんですよ。ね。ですけど、まあ、ここはですね、種類株式とかはないんですけどね。なんですけども、まあ、ちょっとね、印刷、こう、業界っていうのは、やっぱあれなんですよね。ここオフセットの、まあ、臨転機ね。なんか富士フィルムから、なんか最新鋭のやつを入れてるらしいんですけど、やっぱりお金かかるんですよね。ある程度その設備投資していかなきゃいけないんでね。それで、まあ、ちょっとこれ決算、ちょっとお金のところを見てみますと、有利子負債倍率がもう1倍まで来てるんですよね。上金はね、まあ、96億あります。で、一株人産はまあ370円ぐらいでしょうね。だから今の株価はまあ明らかに割安です。それで、まあ、こう、貯金いいですよね。今見た通りね。でもまあ、営業利益でせいぜい頑張って、4.9% ぐらいしかも営業利益は出ないですね。で、対紙機の進捗率で第一四半期は 61.7 で、まあ、あれですね、まあ、5類上げてですね、いろいろ、お店もそうですけど、活動が活発になったじゃないですか。そうすると、まあ、純粋に印刷ニーズもですね、増えてくるっていうふうに思うんですよね。で、問題はですね、紙代が上がっとんですよ。めちゃくちゃね。それから、まあ、臨転機回すのに電気代もかかるでしょ。それも上がってるじゃないですか。それが、まあ、どういうふうにね、価格に、まあ、転嫁できるかというところが、まあ、ポイントなんですよね。で、ここね、まあ、なんで一番になったかっていうと、あれですね。銀行からね、結構な借り入れをやってるんですよね。コミットメントラインみたいなやつだったと思いますけど、なんか、みずほ銀行とね。で、現金が105億持ってますね。だからまあ、割と堅実な経営なんですよね。怖い顔してますからね。ちょっと怖いですけど。しかし、業績的には、ひょっとしたらこれ、ね、いけるかもしれないですよね。
2倍ね。2倍。そうするとこの6円という配当もですね、もうちょっと上行くかもしれないなと。これね、過去見てみると、あれなんですよ。これ上場してからもですね、14円とかに入った時はあるんですよね。2007年とか、まあ8年とかね。これリーマンショックとか、この辺も そんなに負けないんですね。印刷業ってね。面白いですね。そうなんだ。ということで、まあこういう配当をね、出してるんですよね。だからまあ、その配当出す気がないというか、まあでも社長さんが変わってますからね、もうわかりませんけどね。まあでもこう、まあ一回こう、そうですね、まあ500億超えるのが難しい会社なんですよね。競合も多いしね。これちなみに板橋の会社ですね。ほんで、485億で、この時に23億円の、まあ、営業利益出してますよね。この時13円の配当してますよね。だからまあ、これぐらいはね、戻してもいいかもしれないですよ、としたら。うん。そんな風にまあ思いますね。で、ましてね、まあ、これ株価がですよ、180円とかそんなんでしょ ?174 円ぐらいまでこう安値来たりするんですよ。だからまあ、そうですね。まあ、これ、改ざん、これ空売りはないと思いますけどね。どうですかね。なんでもね、ちょこちょこ空売りするね。なんか、機関投資家くんたちがね、いるんですよね。いたいけない会社にね、空売りかけて。ああ、やっぱいた。いましたね。バークレーズくんね。サインインしてますね。26万株ね。ちょこっとしか儲かんないじゃないですか。なんでするんですかね。よくわかんないな。そうですか。あとはいないですね。まあ、バークレーズだけ、ちょっとやってますね。だいたいいけない株価でね、空売りかけてくるんですよね。まあ、これは高いってことでしょうね、きっとね。200円のところが高くて、あそこで持ってるんですよね。で、どこまで落ちるかなって見てるんですよね、きっとね。で、これはまあ、あれですね、正直言って、まあ、簡単に言うとですね、簡単でもないですけど、まあ、はっきり言って、こう、あれでしょう、コロナの時よりも2021年の1月6日の方が、さらに株価低いんですよ、110円ね。なんで、この110円ぐらいが、まあ、そこですね、そこ。だから、まあ、まあ、別に、ね。持っとってもいいんじゃないですか、ね。しかもこれ、こら辺で持たれてる方 ?130 円とか。まあ別にいいんじゃないですかね。ね。というふうにも思うんですよね。まあ、ちょっとね、これ割とね、今日ご紹介、ちかまあ視聴者のリクエストなんですけど、来たリクエストの中では割とね、ちょっと私は、まあ、興味は、ちょっとありますね。なんかまあ、ひょっとしたら、買うかもしれないですね。わかんないですけどね。それまた買ったら報告しますけど、まあ、もうちょっと下がってほしいかなと思ってますけどね。下がりそうなんですよ、これ。この辺にね。163円とか。ありそうかなと思うんですよね。でも、それぐらいだったらいいかなっていうふうに、まあ、思うんですけど、まあ、200日線こうタッチするとちょっとね、あれですけどね。まあ、こう抜けていくことがありますけど、まあ、その手前だとね、まあ、ちょっとこういいかなって思うんですけど、うん。まあ、印刷業ということで相当ディスカウントされてます。もう将来はないよね、みたいな。だけど、ね、怖い顔した社長さんね、影山さん、まあ、いろいろな手を打ってるんで、ひょっとしたらいいかもしれない。まあ、ひょっとしたらに、かけてもまあ、いいのかもな、みたいな。種線が小さくて済むんで、いいかもしれないですよね。そんなことですね。500億でいくら出すんでしたっけ？利益は。利益はなんか、大して、そんなむちゃくちゃ、いくら出すんでしたっけね。ちょっと忘れましたけど、30億か40億か、なんか出すんじゃなかったですかね。確かね。よく覚えてないですけど。これもね、ちょっとまあ、ちょっといろいろ調べてみると、まだ面白かったなと。もう、一番面白いですね。これかな？これ株主還元ですけど、株主還元は大したことないですよ、はっきり言ってね。株価が低いだけです。で、ですね、これね、中継で、ガバナンスがどっちだって言ってるんで、なんかあったんですかね。なんかね、これですね。利益を示してないですよね、500億でね。多分まあ、イメージからいくと、どうなんですかね。まあ、25億から27億とか、まあ28億とか、まあその辺じゃないですかね。5% いかない程度。5% ちょっと5% いったらいいなっていう感じですよね。まあそういうふうに思いますね。まあ利益を示さないこうなんちゅうすか。これはちょっとね、まあ片手落ちかなというふうに思いますけどね。まあでもなんかこう今回の中ではまあ一番こうちょっと興味を引いて割とちょっと調べてみました。米クスね、これよく知ってます。ね。
あの、ヒョネックスね。なんか、おじさんの、あの、靴とかね。あの、こう、ボールがこう、ビューンって跳ねるようなね。あ、跳ねないのかな？あ、どっちだったかな？忘れましたけど。あの、クッションね。特殊なこう、クッションを開発してね。それでこう、ヨネックスシューズってどっちかと、おじさんの、まあ、こう、ね。あんま若々しい印象ないですね。基本的にはですね、あの、バドミントン、ね、圧倒的ですよ、ヨネックス。あの、ラケットとかね。それからテニスね。まあ、ラケットのメーカーなんですよね、そもそもね。で、まあ、シューズとか、まあ、アパレル関係も、まあ、やってると。あと、卓球も、まあ、ヨネックスね。まあ、やってますよね。というような、まあ、会社でして、1589円で、PR は 17.8 倍、PBR 2.52 倍ね。これね、私はね、投資しないです、これ。だってこれも、資金効率悪すぎで、その上にこれ、あれですよ、4、6月1、9は 16% 減益なんですよ。さっきの印刷会社の方がまだマシというね。でもね、まあね、売上高はでかいもんですから、経常利益はね、32億円ですね。第一四半期ね。それで、上期が62億予定してるんで、進捗率 52.3 ですね。でも、直近の営業利益が 14.4 から 9.9 に減ってるのが、まぁ、ちょっとね、暗雲垂れ込めてますね。ね。まぁ、ちょっと、やっぱり材料っていうか、その辺がまぁ上がったのもあると思うんですよね。そうっすね。やっぱ基本的に中国で作ってるんですよね。それで、あれですよ、ラケットとかそういうのは、例の、どこでしたっけ？これ、ヨネックスは新潟でしたっけね。あっちの方で、ね。確か、作ってるんじゃないかなと。確か新潟ですよね。会社概要。企業情報。新潟ですよね。まあ、本社は東京都文京区湯島ですね。湯島天神のところですね。アリサ米山ってすごいですね、これ。なんか社長さん。アリサさん。なんか、あれなんですかね。娘さんなんですかね。アリサ米山って、どんな人？知らないな。あ、すごいですね。美人じゃないですか。ね。なんか、お孫さん創業者のね。34歳。知らなかったな。あ、そう。新社長ね。2022年の、去年ですね、これ。大変ですね。グローバル戦略室長だったんですね。まあ、あれですよ。一族じゃない、林田さんっていうのが社長をやってらして、それでまあ一身上の都合でまあ退任して、で、この有田米山さんがですね、この米山弁さんね、この人が創業者なんですね。まだ生きてらっしゃいますよね。しぶといですね。やっぱ、戦前生まれはね、代表取締役会長の長女ね。違うんですね。創業者が米山みのるさん亡くなってるんで、弁さんは息子さんですね、創業者の。で、その、長女ですね。が、まあ、この有田米山。34歳ってすごい若返りで思い切ったことしますね、ヨネックスもね。で、南カリフォルニア大学大学院修士課程修了。2012に XYZ のトップレーベルドメインを扱う米レジストリーサービスの XYZ.com 社でマーケティングマネージャーを務めた後、2016年ヨネックスに入社した。あ、これはね、悪い人事じゃないですね。IT 系ね、にいた人ですね。そういう人がもうこれからトップにつく時代なんで、これはいいじゃないですかね。まあ別に一族の支配が強化されても、結果うまくいけばいいんですよ。そしたらまあ社員もみんなハッピーなんでね。なんかアメリカ生まれ？アメリカ育ちのためみたいですね。なんかね、なんか、あれですね。ご子息を、あれですね。なんかアメリカにこう、住まわせるような、まあそういう、なんかね、ダイナミックな考え方を、ね。米山弁さんね、したみたいですね。そうそう。やっぱりね、新潟のね、こう三島郡ね、現長岡ですよ、長岡。ね。そこでね、米山みのるさんが、まあ、これ、ヨネックスを創業したんですよ。もうね、俺も世界にね、世界的に有名な、まあ、ブランドになってるんですよね。で、まあ、スニーカーはいまいちですけどね。よくわかんないな、みたいな。まあ、なかなかね、ブランディング難しいですよね。というような、まあ、ことなんですね。まあ、こいつがね、強いですよ、ナイキさんね。これがね、また売り上げが伸びてますね。ね。在庫も減ってるみたいなね。そんなことでございますけどね。でも正直言ってですね、もうこれはもうちょっと決算短信見るまでもなくですね。こんなんいらないですよ。今買っちゃいけないですよ。ほら、ここで全部跳ね返されてるでしょ。なんかね、チャートを見ないとか言いながらね、時々チャートの講釈をしてるというね、変なやつですけどね。
厳しいと思いますよ、これ。絶対割高です、これ。ね、これ期待値入ってますよ。ヨネックスみたいなところ、期待値が入るのおかしいっすよね。なんでかっていうと、これね、中国の議員は語れないところなんですよ。だって、もう、バドミントンとか、まあ、バドミントンそうじゃないですけど、卓球とか、そうじゃないですか。あ、そうそう、パワークッションね。これこれこれ。これね、12メートルの高さから落としてね。跳ねないというやつね。これなんかでも、なんか、うん。マシになってますね。しばらく見ないうちに。あ、悪くないじゃないですか。ね。衝撃吸収性と反発性ね。この二つが重要なんですよね。衝撃を吸収しなきゃいけないんですけど、一方で反発性もないといけないんですよね。そこがね、なんか、12メートルの高さから落とした生卵が割れずに6メートル以上跳ね返ると。ね。だからどうなんだって感じですけど。まあ、なかなか面白いですよ、それ映像を見るとね。私は言いませんよ、これ。ね。ちょっとね、決算も悪いしね。なんか、お金はね、結構まあ持ってると思うんですよね。423億ね。すごいでしょ。だからこれ何でもできるんですよ。でも何でもできるんだけど、あんましないんですよね。で、配当も少ないでしょ、14円。ケチなんですよ。あ、ケチが染みついてる会社なんですよね。だからね、あんまりね、ちょっと具合良くないですね。これでまあ、同時にですね、やっぱ中国と、やっぱ関わりっていうか、その、ビジネス上ですね、スポーツ自体がね、ここの、まあ、いわゆるインドアスポーツですよね。やっぱり中国じゃないですか。あんなに広い大地なのに、中国ってインドアのスポーツ盛んなんですね。バスケットも盛んでしょ。だからね、なんかね、私もヨネックスはちょっとね、めちゃくちゃ安ければ別ですけどね。まあ、ですね、コロナの時に、こういう価格なんですよね。価格がね。この時ね、もう本当にね、みんな落ちたんですよね。だからそれで何買おうかなって考えてたんですけどね。結局銀行株とかに、ぼっこり、お金突っ込んだもんですから。まあね、いろいろは買えなかったんですよね。これもビッグチャンスでしたね。ここで買えてたらね。まあ今から言っても遅いですけどね。まあ皆さんそういう方多いと思いますけどね。はい、次。サイバーダインね。これ一回投資してんですよ、私。何ですか、筑波大学のね。なんとか先生。なんか、天才だかなんだかわかんないですけど。一時ロボット付いてた時があってですね。これ春っていうのやってるんですよ、春。春ね。春って、あれですよね。2001年宇宙の旅のね、デイジー、デイジーとか言って、デイジーとか言ってね、抜いていくとこう、だんだんこうね、人工知能みたいなのがこう、ダメになってくる。あれね、から来てるんですね、こう春ってきっと。で、このロボットスーツをですね、開発しても世界各地で展開してます、世界各地で。さあけどですね、儲かりきらんですよ、いつまで経っても。これはね、研究とかね、社会の役に立つとかですね、そういうことだけですね。それによって儲かる。だからね、何でしたっけ、名前なんて言ったんですかね、人。大株主に言いますよね、きっと。あ、そうそう。これ何ですか。三海さんでしたっけ。三海だっけ。山海だっけ。あ、三海さんね。三海義行さんね。仲間してるんですけどね。仲間してるんですけどね。で、難しいですよ、この人はね。もうそらすごい賢い方だと思うんですけど、商売センスはもう一つないですね。ずーっとこんな調子です。すごいんですよ。作ってるものは。だけど、このサイバーニクスね。懐かしいな。一時これ凝ってましたね、私ね。これ持ってましたけどね、しばらく。もういいやと思って。ダメだな、これ、みたいな。やっぱですね、この技術者と、それから、いわゆるこう、マーケターというか、まあビジネスやる人ですよね。で、そういう、経営者ですね。それが、やっぱ二人三脚でこれやっていかないといけないですよね。と僕は思うんですよ。だからやっぱね、産学、まあいわゆるこう大学発ベンチャーでいいんですけど、大学発ベンチャーをやるときに、やっぱその経営者をね、やっぱこうつけるべきですよね。その大学の先生だけじゃなくて。経営センスなんかない、あるとは限らないです。ある人もいると思いますよ。だから基本的にはないですから。なので、もうこんな調子になるんですよ。ね、株式市場がどうのとか言ったって、俺の研究は素晴らしいんだと。世の中の役に立つんだと。それしか言わないわけですから。もう、それが目的ですからね。なので、まあ私はですね、サイバーダインね、いい仕事してると思うんですよね。だから、ダイワハウスに、あれですね、もう、身売りしちゃったらどうですかね。そしたら、ダイワハウスがうまいこと活用してくれると思うんですよね。で、三海さんはもう研究に専念されてね。それでいいかなと思うんですよね。ここに出てきたパナソニックでもいいですよね。樋口さん買ってくれませんから、ね、サイバーダイン。安いっすよ。367億円ですから。500億もあれば買えますからね。というふうに思います。なのでね、サイバーダインはね、もう、まあ、はっきり言って、利益がいつ出るか、わかんないな、みたいな。出たんですか、利益。第一四半期。
あ、出てる。7億円ね。経常利益ですね。だこれ海外の、まあ、要するに分が、ここに、こう、経常として入ってきてる。でもこれ、売上から、あ、そっか、イフアスを多分採用してんですね。だからこんなになるんでしょうね。うん。まあ、なんとも言えないですよね。これ、イフアスでしょ？多分。イフアスですよね。イフアスだと思うな思うなぁ。イフアスですね。なので、これ、減損とかですね、そういうのが、この売上の、その、ね、後にこう、来るんですよね。全部ね。普通経常利益と、純利益の真ん中辺で、特別損失とか減損やるんですけど、そういうの全部来るんですよ。減価償却もこっちですよね。だからまあ、なんとも言わないですけど、本当はこれ、良くなってると言えるかもしれないですね。ひょっとしたら。うん。まあ、自己承認率はね、もうこれもお金いっぱい集まってきますからね。81.3% あって。これ借金どうでしたっけ？借金もなかったかな？ないっすよね。お金集まってきますからね。ははっ。サイバー代ね。そうっすか。儲けれます？本当に。ってよくわかんないけど。うん、まあ、ロボット社会は、まあ、確実に来るんですけどね。これ11月14日、決算発表なんですね。なんかまた裏切られそうな。さっきの強烈もそうですよ。このサイバーダインとかもそうですけど、こんなん暴落が来てもしれ、下がっても知れてますから。ね。金額が小さいですからね。どこ来てるかもしれへんなぁ。これはもう、あっちとかこう解いてもええかいなぁ。って感じですけどね。大阪のおばちゃんしてますけどね。もう、あんた言うたやろ？もうここでこうたらええ言うて。それでもあんた、もう、うちも結構突っ込んでん。もう、そしたらもうなんやねん。もう全然あかんやんか。3回半あかんで。あの人、チャラいと笑うて。みたいなね。大阪のおばちゃん。ですね。357円とか言ったんですね。そうですか。うん。あ、なるほどね。まあいいんですけど、まあこれちょっとずっと落ちてきてますよね。で、信用はどうなんですか？信用、うわぁ、536万株の改ざん。すごいっすね。まあでも、いまいち信用できないなぁ。ですから、普通の見方じゃダメですよ。ここはもう本当に、イファースなんで、この、営業利益の前ね、前でいろんな、損失処理やりますんで。なので、まあ、この税引き前の利益、これが正しいです。7億6700万ね。まあまあ、経常利益みたいなもんですね。なので、まあ、税引き前の利益ね。まあ、日本基準で。まあ、ここはぴったり合ってきますね。だからまあ、ちょっとこの営業利益のマイナスは、非常に当てにならないですよね。そんな、まあ、プロは分かってると思うんですけど、うん、個人投資家は分からないかもしれないですね。このイファースについてはね。そうっすか。あ、種類株式ありますね。普通株式と権利関係の異なる種類株式ね。これか。口述の、これか。これよくわかんないですね。一株当たり配当金は0円ですけどね。上場済み普通株式と比較して上位金の配当及び残余財産の分配については同一の権利を有しますが、単元株式数について異なる B 種類株式を発行していると。意味がわからんなぁ。そうなんですか。B 種類株式ね。単元株式数が違うんですね。きっとね。なんか、一株から売れたりとか。そういうことですかね。そんなことないですよね。いやー、なんかよくわからないですけど。まあ、いい仕事やってるんですけどね。まあ、ちょっとね、これはもうちょっと、一度ちょっと買ってね。一応こう、農業の心をしてみたんですけど、あんまり芽が出ないんで、まあいいかな、みたいな。そういう感じでしたね。いや、悪くないと思いますよ。でも私はいいかな、もう。二度目はいいかな。はい、次。明豊エンタープライズね。これはね、不動産ですね。ですね、首都圏中心に賃貸アパート開発ですね。賃貸アパートやってるんですよね。マンション開発はやめたと。賃貸アパートの方が安く建つぞ、みたいな。そうですかね。仲介管理、中古再生もやるというようなことで。不動産株ね。まあ、売上が、まあ、伸びていってますよね。111、152、193億とね。で、今期も、まあ、これ7月期なんですね。で、まあ、これ、来年の7月に193億叩くよと。
計量利益もね、伸びていってますよね。ちょっとですけどね。ちょっとですよね。でもまあ、今期は 22.6% 伸びるということですよね。これ、一株利益が減ってるっていうのはなんか、株式数増えたんですかね。ちょっと、それがよくわからないですけど、まあ、229円でね。ね。9.8 の 0.96。まあ、ギリギリですね。まあ、ミックス係数的には。で、3.93 の利回りがあるんで、もう悪くはないですよね。だこれもまあ、ちょっと、もうちょっと落ちたらいいかなと思うんですけど。事業内容をよく見てみると、まあ、こんな感じですからね。60って168円とか来そうですよね。直近どうなんですかね、直近。直近は、直近は、バイオ不動産。譲渡。ああ、これはね、売り上げ立ってますね。あ、23% 増益なんだ。9月14日。ね。経常利益が、前期ね。3.9% の増の 9.6 億円と。まあ、そうですね。で、まあ、さっき見た通りですね。11.8 億円に、まあ、22.6% 増で4期連続増収になるということですね。まあ、直近が良くないみたいですね。54.7% で、第4クォーターがね。あ、これが嫌気されてますね。それはもうダメですよ。嫌気されます。あ、これひどいな。これは大変ですね。5、7月期ね。基本的にはこの2、4月期に、やっぱ売りはた、まあ売りも、まあ利益も立ちますよね。だから、前期が良かったんでしょうね。ね。ちょっと3ヶ月。ちゃんと見てみようかな。3ヶ月ちゃんね。これね。これ見てみるとですね。あら、ここ変ですね。5、7月がいいんですね。あれですか？アパートは、そうなんですか？よくわかんないな。なんか、言って、何でしたっけ？この間出ていたやつで。なんか、春ぐらいが、あ、そうそう、クイのね。コンクリートね。あれ、こう、なんですか、基礎を打つときに、なんか、春と秋がいいらしいですよ。ね。春と秋。で、とにかく、冬になると良くないと。ね。だから、あと夏、真夏も良くないと。だから、できるだけ、まあ、その、気候のいい、まあ、夏はいいのかな。春から、まあ、その、なんか、夏にかけて、夏、秋ぐらいまでにかけて、基礎を打って、これでもって、そうすると、そっから、なんですか、1年から半年ぐらいかけて、建物建てるわけだから、大体3月ぐらいの竣工が行われるっていうような、まあ、そんなようなちょっと理屈をね、なんか、みたいな気がするんですけど、まあ、そういうこともあるし、まあ、基礎からね、基礎からの英会話近いんでね、基礎が一番重要ですからね。基礎ができないとその上に家は建てられないですからね。建ててる国もあるみたいですけどね、基礎が大丈夫みたいな。基礎を竹で組んでたみたいなね。見ましたけどね、俺写真をね、私ね。YouTube でね、すごいなぁと思ってね、どこの国かわかると思うんですけど、これはもうダメだなみたいな。5、7月、あ、これ月ずれですね、多分ね。前期に、2、4月期が2億、3億円ぐらいで、で、5、7月が7億5千でしょ？ところが今期は2、4月が7億7千で、5、7月が4億4千500なんで、これは木ずれを起こしてますね。多分ね。こっち、去年の方がちょっと歪かもしれないですね。だからこれあんまりそこまで悲観するような数字でもないんじゃないですかね。で、この80月っていうのは、もう、これはもう、大して売り上げになるんですよね。でもここ一応営業利益マイナスを出さないところが偉いじゃないですか、割と。どんな会社か詳しくして見てないんで知らないですけど。まあ、利回りも 3.88% ありますし、これもこうちょっと、あれですよね、チェックしといていいかもしれないな。おさらだよ、もういいですよ。あと何でしたっけ、強率もちょっとこうチェックをね、入れておきましょうかね。それで、あと何でしたっけ、まあそんなことで、まあ、明豊エンタープライズは、まあ、面白いかもしれないなと。まあね、下がらないっすよ。いや、暴落の話ですよ。暴落してこれ50になることないですよ。これ2020年のコロナショックの時110円ですから、ここを確保しとけばいいんですよ。ね。でも、このコロナショックより下がってる株もあるんですけどね。どういうことですかねみたいな。関係ないですよね。暴落と言ってもね。そこ。
その後まださらにそこがあったというね、平時の状態でね、よっぽど業績が悪いんですよね。っていうようなことだと思うんですけど、まあ、明豊エンタープライズさんは、まあそういうことで、まあちょっとまあ面白いかもしれない。ちょっと大株主見てみましょうか。矢吹充さんね。この方が、あれですね。創業者ですね、きっとね。43% 持ってますからね。まあしばらくいいんじゃないですか、これ。なんかわかんないですけど。適当に言ってますけど。ですね。こういうものだけど、これ変な会社ですね。595億とかあったんですよ、昔。これはね、マンションを作ってたんですね、この当時おそらく。でもその後これ、リーマンショックでやられちゃって、で、縮んだんですね、ずーっと縮んで。よく耐えましたよね。ね。だって、48億、30億まで売り上げ落ちてるんですよ。で、よく耐えて耐えて、まあ、ずーっと無敗でね、耐えて、それで2018年になって144億で27億の営業利益出して、2019年にまた106億までへこんで、それで2020年は、まあ、コロナが来ちゃって99億になって、それでも頑張りましたよね、5億5000万ってね、営業利益。で、翌年は2021年の7月は101億でしょ、約10億くらい出してますから。割としぶといんじゃないですか、なんか、みつるさん。みつるくんみたいな感じでね。あ、いい、なかなか、まあ、配当もまあ、ありますし、これはもうちょっとね、落ちてきたらね、いいかも。信用倍率結構ありますから。135万株ね。これすごいですね。階段ね。これはすごいな。135万株ということは必ずですね、こういうですね、痛いけないですね。銘柄にですね、空売りが絶対入ってるんですよね。入ってるんですよね。はい。はい。漏れなく入りますね。でもこれ抜けてますね、UBS ね。ね。ゴールドマンも入ってたけど抜けてますよね。もういいのかな上がるかもしれないと思ってるのかな、そしたら、やけどするから怖いぞ、みたいな。クビになるぞ、みたいな。そういうことかもしれないですね。うん、いいじゃないですかね。はい。次ですね。次はですね、金目工業なんですけど、これ前見たんですよね。これね、まあ、印ついてるでしょ、だ一応ずっと見てるんですよ。で、これも、ミックスケースいいです。ね。7ですね。それで、配当も多分これ23円くらい出すんですよ。もうちょっと出すかもしれません。そうすると、まあ、そうですね。3% くらいですかね。利回りはね。何の会社かっていうとですね、これはですね、産業廃棄物っていうのは、一般の家庭ゴミとかですよ。産廃とか、そういうのの収集運搬。あと、中間処理施設をね、都内に、いくつか持ってるんですよ。で、それでリサイクル事業もやってるんですよね。で、この東京23区内が主力っていうところが、もうこの取り柄なんですよ。ね。だから、いいんじゃないのっていうふうに、まあ皆さん、こう、おっしゃって、これまあ、何回金目工業ってもう何回かやってますよ。かしながら、金目にならない。ね、そもそも出来高が700株しかないでしょ、ほら。100万円しかできないんですよ。こういう株はね、買うのはいいんだけど、もう売るときほんと大変ですよね。なんでこう難しいんですよ。だから誰かが降りたときっていうのは、もうとにかくいくらでもいいから売っちゃえみたいになったら、ものすごく下げると思うんですよね。883円までいったんですね、最近。すごいな。結構マネーゲームですね。稲子タワーできてますね。で、こう下がってきて下がってきて下がってきて。この辺で買った人いないですよね、まさか。800円とかで。これ大変ですよ、これ。できないですからね。だからもう突然こういう風になるんですよね。で、こう、コストペースになってますね、一回ね。ってなって、これ、まだこう、なんとも言えないチャート。金目工業、まあ、わかりますけど、お気持ちは。わかりますけどね。あんまりね、発展性がないと思うんですよ。でも、まあ、利益率もいいですよ。12.2 ぐらい。営業利益率あるしね。まあ、いいんですけどね、その、事業の発展があるのかなっていうのはね、ちょっと私はやっぱずっとやっぱり疑問に思ってるんですよね。まあ、一応発展してんですけど、これ、利益伸びない予想でしょ。で、これなんでかっていうと、ゴミ収集とか、まあ、その、リサイクル分別やる人とかってもう、産経業種じゃないですか。で、やっぱ働き方改革の問題もありますよね。まあトラックの運転手だけじゃないですよ。で、ここはもう特装車つって、ゴミのね、運搬収集車みたいなのをやるんですけど、そうやってまあ、明日も早からね、
夜中の時もありますけど、やるわけでしょ。そうするとね、なかなかやっぱりね、かなり人件費がね、これからね、食ってくるんだろうなと思ってね。それからやっぱこう、燃料代ですね。それも今きついかなというふうに思いますね。これで、まあ、第一四半期ね、まあちょっとこう、まあこんな感じなんですけど、まあ大体ね、もちろん東京都の仕事をしてますんでね、そんな大きくブレはしないと思います。だからまあ、お金もですね、まあ結構149億持ってて、まあそうっすよね。で、融資負債もほぼないという状態なんで、まあお金は持ってるんで、まあ配当が途切れることはないと思うんですよ。だけど、発展性があるかなと考える。これね、配当もっと払わないといけないですよね、本当はね。79円とかね、76円とか出るんであれば、少なくとも、まあ、40円ぐらい払っても罰当たらないですよね。いらないですもんね。お金あれだけあればね。というふうに思うんですけど、まあ、これもきっとあれですよね。まあ、オーナー会社ですよね。この藤井修造さん。この方の会社ですよね。こういうところっていうのはですね、もう、なかなか、その、まあでも結構、海外のあれが入ってますけどね。ファンドがね。だけど、まあ、出来高もないし、しんどいですね。こいつも、ついでに、あれですかね。さすがに、空売りはいないかな？かな？どうすか？みーっと、金目小僧さん。あ、いないっすね。さすがにいないっすよね。まあ、出来高ないんでね。とにかく、出来高がないと、空売りでもね、自分たちは抜けられないですからね。だからね。まあ、これは、私はいらないです。金目小僧ね。やっぱ、ちょっと、いいですね。前見たときに、投資してたら、一瞬儲かったかもしれないですよね。だって私の場合は、ほら、種据えて、こう、植えて、出来高、倍を狙いたいタイプでしょ。だから、倍にはならんのですよね。倍にはならんですよ。せいぜいこう777円みたいなのが883円に来るだけなんですよね。全然面白くないんですよ。ビューっていかないといけない。ビューって。ね。まあそういうふうに思うんですよね。はい。で、次は、最後ですね。九州電力ね。私の地元でございます。九電ね。九電さんはでもどうでもいいんですけど、あれですかね。原発は、どこ、原発3基稼働してんだ。ああ、これ糸島のね、原子力発電所ね、2基稼働。あ、玄海2基は廃棄、廃炉ですか。あ、なるほどね。どこはでやってんの。そしたら、九電さん。教えて、九電さん。停電情報なんかどうでもいいですから、地球温暖化の取り組みは、いいですけど、事業概要、電気、原子力発電所、はい。玄海原子力発電所っていうのがあるんですよね。これ糸島だと思うんですよ。ね。これやってると思うんですよね。知らせ。4号機とか言ってますね。だから最初の方のやつは廃炉にするんですね。うん、なるほどね。この糸島のね、この玄海原子力発電所の近くからね、曲がった魚が釣れたとかそういう話あるんですよ。だからね、やっぱり原子力は僕はあんまり良くないと思うんですよ、本当は。ね。本当に。で、影響がないわけがないじゃないですか。普通に考えて。ね。誰が考えたって。放射線が出てるわけですから。あ、もうね。まあ、九州大らかですからね。この辺がまあ、あれですね。まあ、佐賀県ですもんね。福岡はやらせないんですよね。自分たちは福岡県にいるもんですからね。九電のお偉方ね。大体ね、九州大学を出た人間が多いんですよ。九大の工学部とかね。威張ってんですよ。福岡じゃね。五社会って言ってね。西鉄とね、九電と。それから西日本新聞。それからね、前はあれですね、井筒屋も入ってたんですよ。でも井筒屋もう三越のね、三越伊勢丹のグループに吸収されたったんで、今は違うんです。あと、細部ガスね。もうね、そういう感じなんですよね。で、それでも寄り合ってね、中内さんが、何でしたっけ、ドームね。あれを作るっちって、ダイエーホークス、昔のね、ダイエーホークスのドームね。あれ、結構もうこのね、地元の反対がね。はい、この五社会にメンチ切ってね、おいで何すかね、ご理解を賜って、それでドームができたんですよ。今はホークスっていうんですかね。
ソフトバンクホークスね。まあ、孫さんも福岡の人ですからね。だからまあ、あれですね。で、あとさっき言ったなんですかね、冒頭に申し上げました。この限界じゃない方のね。限界じゃない方もあるんですよ、原子力発電ね。こっちこっち。これね、川内って書くでしょ。で、これ仙台なんですよね。釣りバカでね。間違ったやつね。で、これはですね、鹿児島ですね。うん。仙台はね。そこはね、私何度も行ったことあります。ね。まあまあ、いいとこですよ。仙台ね。静かなところで。ここに原発があるなんてとても思えないですよね。っていうぐらい、静かないい街です。そういうことでですね。まあ、人がいっぱいいないから、まあ、被害も少なくて済む。まあ、そういうふうにね、考えてるのかもしれないですけど、基本的に言うとね、原発はやめた方がいいとね。小泉さんがね、私聞きに行った、講演を聞きに行った時にね、もちろんやめてからですよ。あれですけどね。その時にもう、とにかく、私はもうね、福島の惨状を見て、原発は絶対かんと思ったと。私はそれまでは原発不信者派だったと。だけども、あれを見て、私は原発ほど、こんな手に負えない、人間の手に負えないものはないと。もう絶対にやめるべきだと。なんかね、調子でね、言ってたんですよ。この人、あれだなと。要するに、事実をまっすぐ見れる人なんだなと。これね、きっとね、郵政民営化ね、郵政の官僚にね、結構いろんなね、嫌な思いをさせられたと思うんですよ。それで、もう郵政が自分の理屈に合わないことがね、いろいろきっとあったと思うんですよ。だからこういうところは絶対民営化せんといかんと。きっとどっかで思ったんですよね。で、郵政民営化ばっかしか言わなかったでしょ。ね、とにかくワンイシューしか、やらないタイプなんですよね。でもやると決めたらとことんやるというね。面白い人ですよね、人ね。ということでね、宮殿の株を買うかって言われると、絶対買わないです。いいです。てか20円ぐらいもらえてもしょうがないし。ね。もっとくれるんだったら別ですけど、2% の利回りで、宮殿買います？これ原発事故あったら大変ですよ。本当に。ない方がいいですけど。その保証だの、なんだのね。見てください、この東電の、これ、株価。637円でね。それでこう、まあ、いいんですけどね。みんなあれですよ。事故を起こして、それで保証費用がかかったらですね、みんな電力料金に上乗せしてですね、我々が負担するわけなんですよね。東京電力のですね、お偉いさん方はですね、まあ、捕まった人もいますけど、捕まりましたかね。まあ、はっきり言って、天下りしてますから、いっぱい。ね、原子力委員会とかね。なんかまあ、監督官庁ね、からね。なんで、まあ、そういう人たちの天下り先なんですよね。これみんなそうですよ。宮殿もそうですよ。天下り先ですよ。なんで、まあ、要は、まあ、ちょっとね、問題多いっすよ。だからね、まあ、こうなんか株主の方向いてね、なんか経営をどうのこうのとかいうようなことはですね、普通ないでしょうね。おそらくね。あったら不思議です。ね。私はないと思います。東京電力は、まあ、昔はこう60円とか払ってたんですよ。70円とかね。もうずっとゼロでしょ。これも払えないですよ。ね、保証していかなきゃいけないですからね。だからもう廃炉に向けてものすごくお金がかかるわけですよね。だからもうこれで7000億円くらい持ってても、これでも足りるかどうかわかんないですよね。まあね、そういうね、そういうことをね、やらなくてもいいんじゃないかな、というふうに私は思うんですよね。それよりもうちょっとちゃんと建設的なことにね、力をね、注いだ方がいいと思うんですよね。なんかトヨタとね、出光興産、ね、この間会見してましたよね。硫化リチウムかなんかいうやつ。それで、トヨタとね、知恵をこう出し合って、で、全固体電池ね、この素晴らしいものを作ると。いいですよね。まあ、とにかくね、日本はもうすり合わせの国ですから、すり合わせ。ね。だからやっぱこの握手してすり合わせて、お互いを信頼しちゃって、みたいなね。そういうのがもう、好きな国民性ですからね。で、そういうところでやっぱやったわけですよね。で、これ天下り先が良くないんですよ。ああね、もう何をしていかすかわかんないですよね。もう、俺の代だけ良ければいいや、みたいなね。すぐそういう風になるんですよ。だけどやっぱ追い込まれるとね、トヨタも結構ね、まあ、なんだかんだ言って、それなりに、ね、その世界の潮流が、やっぱり EV 費じゃないですか。で、それまあなんか乗り遅れてるな、みたいな。でもどっかで巻き返さないといけないな、でもハイブリッド売れるしな、みたいなね。いろいろあるわけですよね。なくならないと思いますけどね、ハイブリッドもガソリン車もね。だけど、まあやっぱそっちの方向行ってるんで、もうそれついていかなきゃいけないってことで、大変ですよね。トヨタもね。ね。ということで、私は宮殿には投資しませんので、旨味が何もないんで、
こう、ただ電気料金を取られるだけということだと思いますんで。だから利回りがすごいいいって言うんだったらね、別ですけど 2% ですからね。いいです。いりません。ね。もう論外ですね。これインフラ株っていうのは、本当は暴落の時に買っとかなきゃいけないですよ。これ、686円とかね。そしたら1000円ぐらいまで取れてるんですよね。それでも1000円しか取れないですよね。ね。電気は、あれですよね。コロナが来ても使えますからね。あ、でも1391円とかあったんですね。まあ、配当が良かったりじゃないでしょうね。まあ、てなことで、今日はね、ルーのチラリ銘柄ということで、6銘柄ね、お送りしました。いかがだったでしょうか。もう適当ですよ。はっきり言ってね。ね。元上場会社社長のゆるゆる株式投資劇。まあ、こんな感じでね。ね。自分が面白おかしくね。あじゃのこうじゃのね。いいの悪いのスペタのね。言ってるだけでございますんで。あんまりね、深く気にされないでください。ということで、まあ、このノリがね、面白いと思っていただける方はですね、チャンネル登録お願いします。それから、高評価ボタンお願いします。あと、メガネテストですね。こなしましたね、今日6名からね。明日もね、ちょっと、6名からか7名から、なんかこなしたいなと思っております。ということで、また明日ね、お耳にかかりたいなと思います。ではでは。